さて、本日もね、ディスマントル続きプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。さてね、だいぶ進んできたけど、まだまだかなって感じですけど、ディスマントルね。前回、ここまでね、だいぶね、こう、マップの方も進んできましてね、3分の1程度は埋まってきたかなってところだったんだよね。で、前回ここ、シェルタースピーカー行ってみようかってところでね、終わってたんだけど、今回も完全に寄り道だね。何これ、シェルタースピーカーって。全然、本当はね、リンクタワー行きたかったんだけど、とりあえずはそのスピーカー行ってみようか。で、マッシュルームソテーは作るな。一回作んなかったっけ、マッシュルームソテーって。ちょっと待ってね。あ、作ってないね。あれ？ご飯作んなかったっけ？ステータスアップするよね。ほら、一回も作ってないから。ヒットポイント5。マッシュルームこうか。で、香辛料が4。OK。これで、食べる。OK。ヒットポイントちょっと上がったかな。あと作れるものがお魚系とかだから、これ作れないもんね。全部魚とトウモロコシだ。トウモロコシをね、どっかで農業したいね。あと眠れる？睡眠ボーナスが欲しい。来た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 。一応睡眠ボーナスでも、能力値が上昇していくみたいなんでね。OK、リフレッシュできた。あとはアップグレードとかは、月チタンがいるんだよな。現状、こんな感じか。行きますかな。前回このアークね、このアークでいろんな物資をね、ここにね、持っていかないといけないっていうやつもさ、見つけちゃったからさ、そう。それもあるんだよね。物資を集めたくなってしまうようなね。そう。よし、行きましょう。とりあえず、ここは一応、あれか。敵が湧かないようにね。この一帯はね、敵が湧かないようにしてますんでね。で、この先だったよね。なんかある。あ、キノコか。そう、キノコとかもね、いっぱい集めないといけないから。これ、ハッキング？あ、15日目の朝。なんだ？これでこのシェルターのセキュリティシステムを向こうにし、近くのシェルターからモンスターを、CPU。どういうこと？シェルター防衛。スピーカーからの大きな音は近くにある古いシェルターからモンスターを引きつけてしまう。大群に備えるために防衛を構築しろ。スピーカーに到達する前に全てのモンスターを倒せ。ブザーキットを発明して作成する。マシンガンタレットを構築しよう。スピーカーを起動。モンスターを倒せ、シェルターに侵入。やっていこうか。マシンガンタレット、ちょっと待って、作れるかな。マシンガンタレット、
これか。コストが24。どう置けばいいんだろう、これ。こっち側を守ってもらう？鉄がいいのか。マシンガンダレット、鉄が、鉄をちょっと取ってきますわ。鉄。電柱。電柱忘れてた。ちょっと電柱を破壊していい？鉄は出ないか。電柱さ、破壊しとかんとね。銅が手に入るんだね、銅がね。鉄っぽいのあとどこだ？オッケー。タレット作れんのか。どっかに拠点とかもそのスムーズ作れんじゃないのかな。あ、できる。これ鉄出ない。来た来た。ちょっと鉄を貯めて、まあ、タレット何個いるか分かんないからね、一応、ちょっと2個ぐらい、タレット作りたいんで、ここはちょっと2個分は稼ごう。できるな。デブダップしちゃってる、しかも。新発明、バーサーカーチャームだって。解体効率発明。解体効率、なんか解体が効率化するのかな。鉄っぽいものない？もっと24個集めないといけないんで、探します。鉄がいっぱい出るもんなかったっけな。これは壊せない。鉄が欲しいな。当たり前に2個あれば。あ、これ、ああ、ここから銅が出んのね。これ確か鉄出たはず。鉄がやっぱりいるんだよね。オッケーオッケー。あと鉄になりそうなもの。この看板は？あ、ちょっと看板取っとこう。看板はさ、道の端とこだからね。あ、持てね。バーサーカーチャンプってなんだろう。できるな。倒しとく。こうぶっ壊すの早くね。で、冷蔵庫とか鉄になるんでね。ここだな。ぶっ壊して。鉄が24、25が溜まれば、タレット2個作れる。オッケー。キッチン用品は結構鉄になる感じ。オッケー。鉄。オッケー。待って。
タレットさん、何だったっけ？鉄と何だったっけ？ほら。オッケー。ちょっと待てよ。鉄と、あ、CPU が、いんのか。え、結局 CPU で1個しか持ってないから、結局タレット1個しか作れないのね。だったら、集めた意味ないわ。しまった。だったら集めた意味ない。バカだった。CPU は今ないもんね。お。うわぁ。このタイミングで来る。タレットスペシャリスト。タレットの、でもタレットってさ、使う機会絶対少ないよね。でも一応取っとこう。一応取ろう。一応取る。あ、で、この、ビルダーキットを使用して作成したオブジェクトを壊すとき、使用済みの素材をすべて取り、今まですべて取り戻してなかったの？バカ野郎。オッケー。あとは、バーサーカーチャーム。近接ダメージ 20% アップするけど、ダメージブロック 30% 減少。ちょっとつく。なくていいか。ちょっと持ち物が少なくなっちゃうからね。余裕があるときに作ろう。さすがにダメージ受けすぎるのはまずいよね。どうか、あとここで作れるな。アンコモン収容量2倍はいいね。よし、行こう。これで一応、あそこのその、マシンガンタレット1個しか作れないのはちょっと痛いけど、ここか。どこに置くべきなんかな、マシンガンタレットね。ここに置いていいと思うんだよね。角度的にも、まあ、こんなもんでいいかな。作成。あれ？建築。OK。ちょっと、タイミング、タイミング。でも結構さ、普通に今さ、撃てなかったな、こいつね。ちょっと位置ミスったかな。もっと後ろに置くべきだったかな。アクティベートしていきましょう。さて、ん？え、待って、思ったよりやばい。え、待って、なにこいつら、進撃の巨人みたいなやつらがいるんだけど。マジ？これまずい、普通にまずい。これまずい、普通にまずい。これまずい、ちょっと。普通にまずいわ。これまずい、もらえない。いや、これ無理無理、これ無理。マジこれ。え、これタレットなくなったパターン、もしかして。ちょっと待とう。あ、まだ作れる。これちょっと、位置間違ったわ、位置。一、これ、ここだわ。ここ。この辺りに置こう。ここに置こう。こう。いや、この範囲でいいかな。待って。これさ、シェルターから出てくると、あ、わかった。ここだ。ここに置けばいいんだ。はい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 。こっ
っから出てくると思うんで、ここに置きましょう。やば、敵の量やばかったね。ここでいいと思う。よし、ここで行こう。で、フラグにしといて、よし行こう。 OK。 まずい。あ、これ待って、もう一回。うん、ちょっと。ここに置こう。これダメだわ。考えよう。思った以上にやばい。ちょっと待ってくれ。違う。待ってくれ、これめっちゃやばいぞ。めちゃめちゃ難しい。これさ、ここにこう置こう。この位置大丈夫だね。ここに置いといて、結構もう全体攻撃だ、ここで。ちょっと待って、地雷を置いといて、無理だな、これだけじゃ絶対無理だな。やるしかないだもん。まずこのHP が低くなってくるので、そのダメージを受けていこう。処理できねえ。無理じゃね、無理。これ無理だわ。これ無理だわ。はい、無理です。これ無理。CPU がめっちゃいる。これ無理ね、現状。敵強すぎね。うん、無理です。CPU は持ってないかな。
ちょっとこれ厳しいかな。うわ、クリアするといい報酬あるんだろうな。でも現状ちょっとこれは無理ですね。はい、タレット5個はいる。デュオが多すぎる。うわ、 CPU 欲しいな。タレットまだある。取ってもね。いやー、ここ絶対なんかいろいろあるんだろうけど、現状はどう考えても無理なんで諦めましょう。 CPU を取り行こう。さて、こっち側に行くか、それともこっち側を目指すか、どうするべきか。まあ、リンクリレー近い、じゃリンクタワー近いけど、こっちから行こうか。マジか。めちゃくちゃ敵強かったね。しかも新種ゾンビだった。新種ゾンビ、武器とあとタレットかな。量がちょっと多すぎて、どう考えても主人公を一人じゃ処理できないんで、地雷とかをアップグレードしまくって置きまくる、できるな。こいつらがもう可愛い子もできた。こいつらがもう可愛いわ。こいつらがもうこっちの方にもいろいろなんかあるな。どう進もうか。あれ、ここ開けなかったっけ。とりあえず、まあ、ぐらぐら歩きつつ、リレー目指そうか。いるな。そこ、敵のリスポーンしないんで、見る敵は倒していく。海軍基地か。あっちのリンクリレーまで頑張っていこうか。まずあっち側は一応解放するだけでもうね OK だと思うから。 OK、 どうか。電柱をちょっと破壊していこう。で、電柱から銅が出るんで、現状銅がね一番必要だからね。電柱はね破壊していきます。あ、次がねチタンが必要なんだけどね。どうやって手に入るのかな、チタンね。全くもってもう方法が分からん。ゴムとかプラスチックもちょこちょこ必要になってくるんでね。さあ、破壊系武器がね手に入んないんだよな、まだ。電柱、あれ、よし、ここなんだ。あ、結構まだ遠いね。西口、西口、アンダークラウン西口。あ、あいついるわ。まずい、どう見たらまずい。ちょ
ちょっと待って、間違った。この2体はまずい。間違った。スイッチがやばいんだ。だいぶ俺も慣れてきましたな。もうだいぶこの世界は慣れてきましたけど、まだまだ強い敵いんのかな。ここはなんだ。クラウンって何？もしかして隔離されてんの？うわ、安全地帯があるのかな。もしかしたらまだ人々が生きてる。こんなジオがあるな。 This is a friendly reminder. Know this. Borealis awaits everyone who crosses the crown.This is an automated recording sent from K23. クラウンステーションってここのことなんかな。マジか。アンダークラウングレート A1 身分証。やっぱ安全地帯があるんだよ。まあでもね、大抵こういうところに入っても結局ね、感染者が侵入しててみたいな感じでね、終わるんだけどね。うわぁ。ってことは現状こっち側はもういけないのか。どうもね、この、アンダークラウンいけないんで。とりあえずこっち側に戻っていくしかないか。目指すは、こっちか、まあ、こっちだけど、ちょっと道沿いに行ってみて、決めようか。どっちに行くか。北へ行くべきか、南へ行くべきかね。よいしょ。さてと、ちょっとアップグレードじゃなくて開発か、発明か。これこれ、これでアンコモン素材のバックパックスロットの収容力が2倍になる。これを OKOK。 あとはこれもちょっととこうか、取れるものは。オッケー。あとはまあ適当に作っとく。使わないと思うけど、チャームも一応木材がいっか、作っといて、作っておけばね、イベントリーとかで、落ちた、イベントリーの装備枠が、ああ、まだか。装備枠が、あと2個ね。OKOK。よし。ってなわけで、本日はここまでにして、まあ、次回、北か南かだね。まあ、ここが燃料電池あるんで、まずこれをね、取りに行くんだけど、まあ、とりあえず、こっちなのかな？どっちかな？まあ、ちょっと、どっちに行けるかわかんないけどね。まあ、両方行けたらね、まあ、こっちから行ってもいいのかなってのはありますけどね。近いしね。まあ、こっから先はどうなってるかですね。はい。ってなわけでね、皆様本日もね、お付き合いいただきありがとうございました。
もしよろしければね、次回もぜひぜひ見に来てください。ではね。